58年秋の11月8日東京虎ノ門日照ホールにおいて行われた昭和58年度自治省消防庁秋の叙勲伝達式。晴れの栄誉に輝いた消防関係者が伊佐太隆消防庁長官によって次々と表彰されていきます。炭鉱旭日賞。本年は自治体消防35周年とあって叙勲者も410名とこれまでの最高を数えました。日本消防協会笹川会長も例年通り来賓として出席され祝福の挨拶。会長ご自身のこの秋の消防防火活動もこれからいよいよクライマックスを迎えます。